国際工業、国際工業大阪国際工業大阪に所属する、タクシー車両国際工業大阪に所属する、貸切バス車両株式会社国際工業大阪は、大阪府と兵庫県で、タクシーとハイヤー、及び観光バスを運行する事業者である。2014年3月現在、国際工業グループでは、唯一の交通市会社となっている。神戸、明石エリアは、 国際工業神戸を参照。路線バス、乗り合いタクシー、編集淀川が乗り合いタクシーで使用されている車両、1、2人乗りのワンボックスカーで運行されている。2013年4月16日13、市民病院にて、国際工業大阪が発行するタクシーチケットは、下記の会社で利用可能で、下記各社の発行するチケットや、 クレジットカード会社系のタクシーチケットも利用か、ビザ、マスターカード、JCB などの各クレジットカードが利用できる。電子マネーは交通系、IC カードでは2013年2月5日から大阪府内各営業所のタクシー車両でアイコカとかスイカ、シュゴカが利用できるようになり、3月23日からはキーとかパスもマナコ、早カ兼、ニモカも利用できるようにはなるが、 ピタパは電子マネーの相互利用を行っていないため利用不可。またポストペー系 IC カードでは ID のみ利用できる。兵庫県内各営業所はクレジットカード、交通系 IC カードに加えペイペの利用ができる。ただし ID は非対応。クレジット決済端末のメーカーは大阪がモバイルクリエイト制で兵庫が MOV のシステムを利用している。 スマートフォンのアプリを利用してタクシーの予約をすることができる。アプリは4種類ある。アプリはいずれも同社の営業できる。大阪府は大阪市、堺市、豊中市、吹田市、摂津市、美能市、茨城市、高槻市、兵庫県は神戸市、明石市と MOV では大阪府は大阪市域交通圏と北摂交通圏、兵庫県では 神戸市域交通圏で利用でき、対応する OS は Android、iOS となっている。ジャパンタクシーはモビリティテクノロジーズが開発したアプリで、国際工業大阪では2011年12月13日のアプリの公開開始と同時に利用が可能となっている。このアプリは、同社だけではなく、日本全国の提携しているタクシー会社でも利用が可能となっている。 あらかじめ登録したクレジットカードを利用することにより降車時に支払いしなくてもよい。GO はモビリティテクノロジーズが開発した次世代タクシー配車アプリで2019年7月8日より大阪府内のみでサービスが開始された。大阪地区では近鉄タクシーの大阪府内と新大阪タクシーも同時にサービスが開始されている。 兵庫地区は2019年12月2日より順次開始している。支払いはネット決済または社内で指定された決済となる。国際工業はタクシーの予約システムを手掛けるモバイルクリエイトと国際工業大阪が共同で開発したアプリで同社のみでの対応。対応する OS は Android、iOS のみで Windows Phone は期待応となっている。 ちなみにモバイルクリエイトは、同社のタクシー配車システムを手掛けており、大阪全社と神戸では2011年11月より、従来のアナログ無線機を更新し、デジタル方式のシステムに変更している。またモバイルクリエイトは同様のタクシー予約アプリを大、一交通産業多数社にも提供している。利用は現金、または、社内でのクレジットカード払い。LINEPay に登録した。 クレジットカードでの支払いのみに対応する。このため公社時に支払いしなくてもよい。LINE アプリ内のサービスの一部となっていたが、サービスは2018年8月31日をもって終了した。ありがとうございます。